日本ハム新庄監督、食らいついて、よく追いついた。負ければ3位転落となる日本ハムがロッテとの直接対決を制し、連敗を3で止めた。鮮やかな逆転勝利に、新庄監督は、よう追いついてねえ、逆転までできるっていう。今シーズンそれが多いんで、信頼して、どっしりと構えてられるというところはありますね。佐々木投手攻略についても、スライダーが一番、狙っていけば捉えられるボールじゃないかなとは思う。ちょっと打席に入ったことないからわからんと笑顔で語った。これにネット上では、今日の勝ちは大きい、3連敗からの連勝中のロッテ、先発は佐々木投手。よく勝ったと思うし、嫌な流れをしっかり止めましたよ。明日以降もいい雰囲気で試合に臨めそうですね。交流戦後、来月末までソフトバンク戦はないから。来月末のソフトバンク戦まで、首位争いできる位置にいて。次戦の直接対決はやり返しましょう。2点のビハインドで追いついたのも良かったですけど、大逆転したのは素晴らしかったです。そして矢沢投手が4点目を与えなかった好リリーフが、その裏の攻撃につながったんだと思います。さすがはドラ1でしたね。この調子で明日からも頑張ってください。福島も苦しいながらよく投げ出し、矢沢が新庄監督の期待に応えて強結果を出してくれた。昨年とは明らかに違う、みんなもがきながら、3点はひっくり返せる力がついてきた。矢沢、あの場面で1点取られていたら、今日の逆転劇はなかった。ありがとう、明日も頑張っていきましょう。